皆さんこんにちは。今回はホンダのコンパクト SUV WRV を実際に運転してみて、加速感や運転席の視界、先進装備などを詳しく紹介します。グレードは最上級グレードの Z プラスになります。料金はエブリゴーで、撮影時は SUV クラスでレンタルできました。しかし2024年8月からは車種クラスや価格の改定により、ベーシッククラスとしての料金でレンタルできるようになります。それではスタートです。ペダルレイアウトはこんな感じになっています。アクセルペダルは吊り下げ式となっています。左側のフットレストにはカバーがついています。ブレーキペダルとアクセルペダルの間にはしっかりと距離があるので、踏み間違いはしにくいかと思います。加速感についてです。自然なアクセルワークで加速しやすく、パワー不足は全く感じなかったです。動画では伝わりづらいですが、ドアの遮音性が非常に高く、かすかに聞こえる風切り音やロードノイズは不快には全然感じませんでした。パドルシフトを使ってマニュアル車感覚で加速することも可能です。スイッチを押した感触はキレが良くて質感が高い印象でした。ブレーキの感触については、踏み込みの遊びがあまりなく、ブレーキの効きが悪いようには感じませんでした。初めての方でも扱いやすいと思います。ステアリングの感触については少し柔らかめです。また動きには少し遊びがあるので、小刻みに動かしても機敏な反応はあまりありませんでした。キレの良いスポーティーな感触とは少し離れていて、オフロード感のある感触でした。 SUV らしくていいと思います。視界についてです。前方については、ボンネットが水平になっていて、フロントノーズがまっすぐに降りるような形になっているので、前との距離感はかなりつかみやすいです。運転席の視点が高いこともあって、少し前かがみになればボンネットが見えるのも魅力的です。交差点を曲がる際は A ピラーの圧迫感を少し感じることはあるかもしれませんが、 A ピラーとサイドミラーの間には隙間があり、死角は少ない印象です。前方と同様に視点が高く、車の周囲が見やすいのも魅力的です。サイドミラー左下には補助ミラーがあり、車両左側の前輪と後輪の周囲をそれぞれ小さなミラーで確認できます。白線の近くを実際に走行した印象としては、鏡自体はそこまで大きくないのではっきりとは見えないですが、タイヤの巻き込み確認などを直感的にできるのは魅力的だと思いました。車線変更の際は後席ガラスの面積が大きいので視界が広く、室内は明るく見えた印象でした。バック駐車の様子をお届けします。リバースに切り替えると、ナビ画面にはバックモニターと上からの映像が表示されます。バックモニターのみの画面に切り替えることもできます。ガイド線はステアリングの動きと連動しています。上からの映像について一つ注意点です。車両後方の映像はバックカメラによるリアルタイムの映像となっていますが、車両の真横や前方の赤みがかった映像の部分はバックカメラで直前に記録した映像となっています。そのため、あくまでも駐車場の白線や障害物などを見るための参考として使う感じになると思います。ちなみに過去にレンタルした日産ノートシリーズやトヨタ BZ4X の全方位映像については4方向にカメラがついており、リアルタイムな映像となっています。ナビや先進装備について紹介します。ナビのルート案内についてはメーター画面にも連動して表示できます。また内外装紹介で取り上げましたが、メーター画面の操作で一部の目的地のセットを行うこともできます。ナビ画面端にある左のアイコンについては、走行中左右後方の死角に車がいる際に画面が切り替わって教えてくれます。タッチするとナビ画面全体で真後ろと左右後方の車両のイラストが表示されます。対向車も表示されます。さらに右側のアイコンをタッチすると真後ろの車両が表示されます。クルーズコントロールについては、車間距離の調節やスタイリング制御の機能があります。一つ注意点で、WRV については時速30キロ以下では作動できないため、自動的に解除されてしまいます。渋滞などで低速で走行する際は、自分で運転する必要があります。今回の動画は以上になります。皆さん、いかがだったでしょうか？乗車人数や荷物が多い状況でも、十分な加速感が魅力的な車だと感じました。ナビ画面でのサポート装備についてもそれなりに充実していました。クルーズコントロールが完全停止までサポートしていなかったり、オートホールドがないのが少し不便に感じました。
気になる方の参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。